求人募集を見ても仕事内容のイメージが全然湧かないなということないですか？今回はそんな一見イメージしづらい理系のお仕事にフォーカスを当てて詳しくご紹介します。今回取り上げるのは食品分析の仕事。取材にご協力いただいたのは一般財団法人日本食品分析センターの高橋さん。日本食品分析センターは食品メーカーや外食産業など食を提供する事業者からの依頼を受けて分析を行っている第三者機関です。食品分析の仕事って？食品には人体に良くない影響を与える物質が含まれている場合があります。そうした食品中に含まれる成分とその量を科学的な手法で明らかにして食品の信頼性や安全性を確認するのが食品分析の仕事です。栄養成分、機能性成分などが表示通りにされているか確認するだけではなく、化学物質や微生物、添加物、アレルゲン、残留農薬などが基準値以上含まれていないかなど、さまざまな成分を分析しています。また、食品の日持ちを確認し、消費期限や賞味期限を設定するための分析や、クレーム品や食中毒など、何らかの不具合が発生した食品についても分析を行い、原因を究明します。機能性表示食品とは、最近は特に健康の維持や増進に役立つ機能性を重視した食品が増えてきましたよね。食品の機能が表示されている食品のことをまとめて保健機能食品といって、保健機能食品は機能性表示食品と特定保健用食品、通称特保と栄養機能食品の3つに分けられます。特定保健用食品は効果や安全性について国が審査を行い認可します。栄養機能食品は国による審査を受ける必要はなく、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含んでいれば栄養成分の機能を表示することができます。そして機能性表示食品はお腹の調子を整えますや脂肪の吸収を穏やかにしますなど、健康の維持および増進に関する機能を事業者が責任を持って表示するものです。事業者はその機能性の科学的根拠を消費者庁に届け出なければなりません。その届け出に必要な含有量を測定するのが高橋さんの仕事です。それでは実際にどのように分析を行っているのでしょうか。食品分析の業務内容。食品分析の工程は大きく分けて4つあります。分析フローの検討と選択、ターゲット成分の抽出・生成、測定、データ処理・報告書作成です。分析依頼があるとその食品をどんな方法で分析するか、フローを決めるのが最初の工程です。分析フローの検討と選択。依頼される食品は試作段階のものから市販されているものまであり、種類も多様です。それぞれの特性に応じて成分の抽出方法や分析手法を決定します。過去に分析したことのないターゲット成分の場合、一つの分析につきだいたい 2,3 週間かけて慎重に検討するそうです。ターゲット成分の抽出・生成。フローを決定した後、成分の抽出作業に入ります。分析する食品の形状は多種多様なため、まずはすりつぶしたり、ミルやミキサーにかけて細かい粉末にしたり、サンプルを均一化します。均一化した後は抽出します。具体的な方法としては、熱を加えて煮出したり、機械を使ったりなど、いくつか試して一番効率のいい方法を選択するそうです。不純物が多く、単純な作業ではターゲット成分の抽出が難しいものもあるそうで、その場合は、抽出後に余計な成分を取り除き、クリーンアップする、精製という工程を行います。溶媒を変えたり、カラムを変えたりしながら、最適な精製方法を探していき、余計なものを取り除くだけでなく、ターゲット成分を残すことが重要な作業です。この作業には高度なテクニックや経験が求められるそうです。測定。成分の抽出ができたら測定に入ります。抽出した飼料溶液から成分を高圧で分離して測定します。ほとんどの項目を HPLC で測定しているそうで、測定の仕組みを理解しておくことが必要ですね。他には LC マスなども取り扱われているそうです。測定自体は1日から2日程度で終了します。データ処理・報告書作成。最後に測定結果が出たらお客様への報告書としてまとめます。分析してデータを取って考察を加えるという一連の流れは学生時代の実験と変わりませんが、第三者分析試験機関として中立・公正で正しい結果をお客様に報告し、消費者はその結果を信頼して食品を購入するという、この責任の重さが大きな違いだそうです。食の安心安全や健康を支える、やりがいと責任を感じるお仕事ですね。今回は一見イメージしづらい理系の仕事、食品分析の仕事内容をご紹介しました。
この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。